って歌う、へこむ、寝る、叫ぶ、困る、今日も平和で。この番組は東雲研究所の制作でお送りします。はい、始まりました、日常のラジオ東雲研究所、平博士役の近野ひろみです。はい、そして東雲奈々役の古谷静香です。そして拾われてきた猫坂本さん役の白石実です。以上、うん、この3人で今日も頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、さあ、そんなわけでございまして、今回も第28回目。はい、28、もうすぐ、もうすぐっていうか、もう2、あ、24か、24。なんでじゃあ、18話の放送後ということで、24か、でした、24か、24か、そうか、先週聞いた時に先週分が27つだったような気がしたんだけど、俺のうちは勘違いだったんだね。なるほどね。24回です。4回だから今日25なの。あんま気にしなくていいよ。20何回目も行ったなみたいな。はい、じゃあ、まあアバウトな感じで、はい、結構長くやってます。はい、かれこれ長く、はい、どっちにしても2で割り切れるんで大丈夫。どっちにしろ多分あのは2クールぐらいは切るっていうことが、はい、はい、どうして、はい、誰も数をちゃんと覚えてないんだっていう、この、そうね、感じでございますけども。さあ、今回もですね、はい、メールが来ておりまして、ちょっと読んでいきたいんですけれども、はいはい、こちらはですね、名古屋にお住まいの、はい、ラジオネーム、毎月第7金曜日さんからいただきました。毎月第7金曜日。毎月第7金曜日。はい。ん？タグるな危険と注意書きされている運命の赤い糸。タグる？タグらない？っていうところがあるんですけども。ほう。これ、どうやら一定のものらしいので。でも、はい。運命の赤い糸なわけです。運命の赤い糸です。間違いなく運命の赤い糸なんです。でも危険なんでしょう？危険で書いてます。その危険度合いはどんな危険だろうね。ちょっとやっ、ぜひ、これはもう人それぞれの想像で、ちょっと、これで、ちょっとみんなやってみましょうか。今日の罰ゲーム何にする？今日の罰ゲームですか。本のコーナーの、仕切り。ああ、先週言ってたもんね。どうですか、そんなようなこと。いや、もうちょっと一回ね、僕もそろそろなんかね、新しい方向性を見出したいと思って。じゃあちょっとやっぱその時はまずあの。でも、もしさ、これあったらいいってわけじゃん、罰ゲームだから。あ、もしくは僕が間違えた場合は、じゃあ、白石くんがなった場合は、白石くんはそのまま続投。はい、じゃあ、罰ゲームなんないじゃん。あ、そしてその場合は、なんか、いやいやいや、ちょっと面白いキャラクターで、いやいや、最近ちょっと半分罰ゲームみたいなの俺じゃないですか。そんな、じゃあちょっとなんか、白石くんがもし、なら、本のコーナーは、はい、ちょっと女性らしく。女性らしく、女性らしくお送りするって感じで。女性らしくお送りする、え、うん、それなんか女性向けの番組みたいなことでってことですか。うん、大和なでしこな感じで。大和なでしこな感じで、わかりました。じゃ、まあ、とりあえずささとして、なるほど、はい、まあ、ちょっとそれで面白くなるかどうかわかんないですけど、やってみよう。はい、じゃあとりあえずやってみましょうかね。じゃあタグるかタグらないか、タグるかタグらないか、タグるな危険と注意書きされている運命の赤い糸、タグる、うん、タグらない、はい、 OK ですか、 OK ですか、はいはい、いっせーのーぜ、タグる、お全員揃ったようなので、はい、私タグる、タグる、じゃあいつも通りってこと？はい、いつも通りというですね、完全に出落ちで閉じたかな。あれ？じゃあ違うお題なんかやる？だってそうですよね、せっかくこれすごいね、完璧に、すごい、ありがとう、みんな、まあなんか興味津々ってことだよね。なるほどね、出落ちたかってことですよね。みんな運命の赤い人、危険でも引っ張りたいってことだね。引っ張りたい、ね、だって気になるもん、見るなって言われたら見たくなっちゃうみたいな。ああ、なるほどね。その危険は自分で乗り越えていけばいいんだよ。そっかそっか、運命だから多分ここでタグんなくてもきっとそれタグる時が来る、あいつがね、タグる時がね、うん、あ、じゃあどうしましょうね、今日の斉藤さんの着ているあの赤いシャツは、はい、ありかなしからいこうか。なんかすげえもうびっくりするほど真っ赤な、よろしくお願いします、真っ赤なブラスも着るんだけど、このシャツじゃないの、襟が立ってるっていうね、そう、襟が立ってる、わかった、じゃあポロシャツの襟を立てるのはありかなしか、これは興味深いです、これはちょっと俺も聞いてみたいなと思うから、赤いポロシャツの襟を立てるのはありかなしか、うん、まあ、ポロシャツの襟を立てるの、立ててよくね、男性でも着てる人いるんですけど、あり、ドキの社員に襟が立ってますよって言われた。注意された、注意されちゃったらしいなるほど、うん、はい、じゃあやってみましょうかね、はい、はい、いきますよ、じゃ
ーディガンなしかい。ポロシャツの襟を立てるのは、自分がや、どうしようね、自分がやるので、男性が、はい、じゃあポロシャツの襟を立てているのは、斉藤さんじゃなくて男性が。あ、斉藤さんで、ね、斉藤さんの。斉藤さんが。斉藤さん、僕でもいいです。男子代表として。はい、斉藤さんが立てるのは、ありかなしか。はい、いきますよ。はい、せーの、あり。気使われてる。おや、まさかこれもありに。え、ありですか。男性、斉藤さんはいいかなって思ったの。いや、どっちでも大丈夫ですよ。本当ですか。そう。見合ってればいい。いや、だって斉藤さん、プロデューサーさんだから。プロデューサーは立てる。プロデューサーの方のね。そう。立ててね。はい、プロデューサーさんイメージで、こう、なんか、襟は立ってるんです。じゃあ、どうすればこのお話はまとまって、もうこのままやれっていうことなのかな、これは。よし、じゃあ、じゃあ今日このまま、じゃあ白石くんがちょっと女性っぽくにそそとやるっていうことで。そうですね。はい、すね、じゃあやらなきゃよかったな。今すごいね、僕後悔の念しか今残ってなくてね。まあとりあえず、今日も頑張っていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ。うん、次は何なのかな、ふつおたですが、はい、こちら愛知県にお住まいの、うん、ラジオネーム白石なんだっけネームくずりさんからいただきました。はい、ありがとうございます。昔は好きだったけど今ないなと思う食べ物の組み合わせはありますか。あるあります。ある、うん、はい、子供の時にね、はい、納豆に、はい、お砂糖を入れて食べるのが、マジっすか、すごい好きだったの。それで、はい、それをご飯に乗せて食べるの。甘納豆。甘い納豆。まさに甘い。砂糖、パックからじゃないですか、納豆パックの。うん、あれに砂糖一杯一杯、小さじ一杯くらいかな。ザルザルしないんですか。しない。あ、したかな。でも、そんな気にならなかったと思う。あんまり、なんかちゃんと、で、お醤油、だからさ、はい、よくさ、お餅とかにつけるさ、はい、砂糖醤油ってあるじゃん。あれが納豆の中に入ってる感じ。なんかそういうあれなんで、はい、それで、それを混ぜて、はい、ご飯に乗っけて、うん、食べる。なんかお砂糖入ってないと納豆食べられなかった。今は嫌だね。あんまり入れようという気にならないんだけど。博士がやりそう。お砂糖を入れて、納豆食べる。なんかある？砂糖か。私はですね、好きな方多いと思うんですけど、ご飯に生卵ですね。今はないなと思うの？生卵が苦手で。あ、そうなんですか？そうなんですよ。小さい頃はよく食べてたみたいなんですけど、うん、今生卵、半熟は大丈夫なんですけど、生卵が。そうなんだ。確かにね、年を重ねてって、食べれるようになったり、あ、こういう食い合わせ美味しいなっていうのはあるけど、はい、子供の頃食べれて今はなっていうのは確かに、不思議ですね。食い合わせで、組み合わせではないんだけど、はい、今考えたらなんでそんなものが好きだったんだろうっていうのだと、うん、リンゴの皮。皮？おー。身を食べないの。え？だから、よくほら、リンゴの皮をこう、よくドラマとかでも皮だけかくって剥くじゃないですか。綺麗に剥いた皮だけ食べる。リンゴの実は食べないの。っていうのが子供の頃好きで、だから小学校上がる前、保育園とかの頃とか小学生ぐらいの時は、うちの親に言われたんだけど、はい、みのるくんは家で一体何を食べてるんですかって担任の先生から聞かれたことがあるって言ってた。はい、それでリンゴの皮って先生に。いや、だからそれ例えばリンゴと出てくるじゃない、給食で、はい、給食で出てきてもだからで食べなかったらしいの、なんかなかなか、はあはあ、でそのリンゴもね、皮だけの皮の部分、薄皮一枚の部分だけ食べて、あとは食べれないっていうのが、食べれない。そう、昔はなんか食べれなかったみたいな、でもね、なんかにちょっと違うけど、はい、なんかリンゴのその硬い、普通のさ、身の部分食べないっていうのはちょっと分かって、私もリンゴのその硬い部分がちょっと苦手だったの、硬、はい、いまま食べるのが、ほんでリンゴをすりおろすのすって食べるのがすごい好きで、ほんでリンゴ食べるときに、親に必ず、吸って、吸ってって言うんだけど、うん、風邪ひいたと
時しかやってくんないの。はいはいはい。なんか親としては風邪ひいて、はい、なんかあまり食欲ない時とかに、うんうん、こう喉通りもいいし、うん、柔らかいからっつってやってたのが、はい、常に要求されるから。なるほどね。そう、常に怒られてて、そう、自分でやろう思うなら、早く出ないって言われて、はい、あの、吸ったリンゴはなかなか食べさせてもらえず、あなるほどね。そう、常にダダをこねる。吸ってこなきゃ食べないみたいな。なんかちょっと、身が硬いのを食べないっていうのはちょっとわかるかも。俺もだからリンゴで言えば、よくその子供の頃作ってもらった、うさぎの、はい、うさぎ肉なんじゃない、はいはいはい、うさぎの耳の部分しか、ガキの頃食わなかったらしくて。なんならその、作るために落とした耳の部分。それをくれみたいな、こう。それをくれって感じだね。そうそう。だからね、聞いたらお風呂がおっかやってでしょ、はい、バーってやってて、その横に皮を置くでしょ、はい、その皮を横に。ここでこう、まるでウサギのようにこう食べていたってらしい。そうそう。まあ、そのあたりからこう、うちのあの、親の、はい、私のあの、好き嫌い改造計画が始まり。ああ、ああ、ああ、ああ。俺だから子供の頃まで好き嫌いが白物だったから、ハンバーグにピーマンって入ってるもんだと思ってたの、ずっと。ハンバーグにピーマン、人参は必ず入ってるもんだと思っていて。ピーマン、人参食べれなかったんだ。食べなくて、で、入れてたみたいなんだけど、友達に話したら、え、そんなの聞いたことがねえって言われて。だから、こあの、大人になってハンバーグとかね自分で食べるようになって行ってみた時に、はい、ああそうかやっぱお店のハンバーグってあれだな赤とか緑とか入ってないんだよそうですよすごいねあの感心してた記憶があるあーそっかそれが当たり前だと思っちゃいますもんねでも分かりやすい子供だね本当に人参とピーマンが食べられないっていう、もう今は大体のものは食べれますよ、うん、サバ以外はねサバ以外はね美味しいじゃないですか美味しいのにあのね、押し寿司がダメなんサバの押し寿司だけはね あのサバは食べれるようになったんですある程度、はい大体食べるようになったんですけど、押し寿司だけはどうしてもね、いまだにダメですね。匂いが結構しますっけ？いや、なんか、あの、生臭い感じがね、ダメだ。寿司は大好きなんだからね。なるほど。はい。まあ、そんなわけでございまして、うん皆さんいろいろあるかと思いますが、うん、まあ、そんな思い出話、浸りながら、いろいろ、喋っても楽しいんじゃないかなと思います。はい。リスナーの皆さんからのお便り、どしどしお寄せください。お便りは、ランティスネットラジオのメールフォームから送ってくださいね。はい。お待ちしてます。さあ、そんなわけでございます。ここで一曲聴いていただきたいと思います。今日の曲は現在発売中の日常のキャラクターソング。今日は坂本さんの坂本さんのニャーと言うとでも思ったかでございます。どうぞ。ニャーと言うとでも思ったかニャー。ありがたい歌耳がぼじっててこらバカ寝てんじゃねえ娘お前もだぼっとしてないでミルクの一つでも持ってきたらどうだこの世に生まれて一年とちょっと教えてやる人の道なんだバカ野郎教えてくれ赤い数学なぜに世界はこうも切なく俺の心を締め付けるのか茨の道であろうもとしっかり踏みしめろ思ったかにゃはいお聞きいただいたのは坂本さんのにゃーというとでも思ったかでした坂本、はい、坂本じゃない坂本じゃないいやそんなこと坂本でしょだってなんか坂本かっこいいもん坂本はかっこいいだろう坂本かっこよくないよ坂本さんはかなんだ、これ俺を引き継ぎたいのか。坂本さんは、まあいいや、まあそうだね。うん、まあ文句があるならヒャダイン君に言うしかない。でもなんか、かっこよかったね。ありがとうございます。いい歌。非常に。ジャズイで。非常に、あの、私も聞いた時は、こんなかっこよくていいんだろうかと。いいと思います。でも坂本さんは、
はい、はい、中身年齢二十歳ですから、はい、坂本さん二十歳ですから二十歳ですから、はい、同じことを伺っていますジャズ、ジャズです、ジャジーな感じで、ジャジーな感じで、ジャジーじゃん、はい、大人ですから、ジャジーは牛乳だ牛乳です、牛乳は 4.5 ですけど、なるほど、特の牛乳がいいんですけど、さあ続きましてはではこのコーナーに行ってみたいと思います。本のタイトル、はい、このコーナーは本のタイトルだけ送ってきてもらって、そのタイトルだけでたわっパパパパパパーソナリティの私たちがどういう話かを決めつけるコーナーです。古谷さんがどこを目指したのかが全くわからない感じなんですけれども、皆さん本日も、本のタイトルのコーナーがやってまいりました。白石姉さん、あ、どうもはじめまして。はじめまして、白石みのりです。みのりです。そうですね、今日も皆さんにたくさんの本をですね、はい、紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。そうそうとした大和なでしこの美人ですね。うん、ありがとうございます。なんかあれですね、 FM ラジオみたいな感じにFM ラジオのなんか2時とか3時とかにやってる感じですけども、それでは、今日もですね、今野先生と古谷名人に本の方をいろいろ聞いていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。お任せください。はい、それではまず、一冊目を、紹介したいと思います。こちらはラジオネーム秘密結社ドレスさんからいただきました。ありがとうございます。本のタイトル、徐々に奇妙な冒険。これは、お二人はお読みになられたことは？徐々に奇妙な冒険、はい、存じ上げてます。徐々にですよね、はい、まあ、皆さんここからですね、どのぐらいのキャラが崩壊するかもちゃんと見どころだと思うので、見ていていただきたいなと思うんですけれども、はい、はい、徐々に奇妙な冒険、はい、はい、これどういったお話なんですかね。まあタイトル通りというか、そうですね、ちょっとずつ、まあ、徐々に奇妙ですね。なるほど、徐々に奇妙になっていくと、はい、あ、なるほど、その奇妙がどんどん、はい、こう転がっていくんですよ。なるほど奇妙転がり、先生、先生どうされたんですか。いいですよ、続けていただいて、坂道を、はい、坂道を、坂道を、ゴロゴロ、はい、それはその奇妙なことが坂道を転がるようにゴロゴロ始まっていくと、はい、あれ、この坂道登ってるんだ、それとも下がってるんだ、あれれれれみたいなことは、あれですかね、こう、はい、なんか無限ループ的な感じのあれですかね、そういう感じ、下がってんじゃねえのこれ、なるほど、あれ上がってんじゃねえのこれ、ちょっと重力感もないような感じになっていく、ね、はい、それはそういうシチュエーションのことがたくさん起こっていくという、そうですね、奇妙なことがこうなんて、わらしべ長者的に、わらしべ長者的に、あ、というとそれは何かが起こった後に、例えば何かを何かがじゃあ、来たとして、はい、でその、絵というものを人にあげたりとかすると、さらにそこからよりすごいことになっていくみたいな、はい、あ、なるほど、奇妙。これは主人公の方は、男性ですか女性ですか。まあ長男で長男で、はい、長男で、はい、女です。あ、ジョジョなんでって、別に徐々に奇妙な冒険って書いてるんでジョジョってのは別にタイトルではないので、はい、あれですけれども、はい、まあでもジョジョなんで、そうなんです、かけてある、そうなんです、かけてるんです、ね、女とかけられておりまして、ジョジョ、でもこれ漢字的には普通に普通に徐々に進むのジョジョって書いてますけど、これ女という訳し方と2つの意味に、2つの意味合いを持って、これは2つの意味なんですね、2人の女が、こういうことなんですね、これは、そうですね、これもニョニョですよね、これだと、はい、いや、ニョニョですよね、これだと、いや、いや、だから、ジョジョにじゃなくて、この場合だとニョニョになると思うんですけど、これはジョジョにっていうふうに読んでいい感じですかね。あ、ジョジョで、あ、ジョジョで、はい、ジョジョで、失礼いたしました、はい、ちょっとまあいろいろ不思議に思うことあったかと思うんですけども、すいません、じゃあニョニョに、徐々に不思議な、徐々に奇妙な冒険になっていくと、そう、はい、はい、女二人で、女二人が、はい、あ、奇妙なことを、はい、こう与え合いながら、与え合いながら、あ、はい、じゃあお互いがお互いに、そう、その交換し合いながら、奇妙を交換し合うという、はい、ことなんですね、どんどん膨らましていくという奇妙な出来事を、はい、より一層なんか今僕ら私たちの耳の方にエコーがすごくかかって今びっくりしたんですけど、はい、
古谷名人、こちらは、はい、そのやっぱどういった冒険になるんですかね、これは。そうですね、あ、その上がってる下がってる、なんかあの、はい、キックザカンクルーの歌みたいな感じな感じになってますけど、それ以外の形で言うと、はい、あのどうなんですかね、いろんなさまざまな冒険があると思うんですけども、そうですね、はい、ここはどこなんだろうか、はい、私は誰なんでしょうか、はい、え、ちょっとわかんないんだけど、ちょっと聞いてみていい？何言ってんの？あんた、ほら、あれじゃん。え、ちょっと待って、私もわかんないから。先生、先生、押してください、先生、押してください、先生、先生、今、誰かと話されてました、今。あの、女の子と女の子の、女の子の、あの、会話、会話今されてました。はい、はい、なんか、どなたかとお話されてたのかと思って。すいません、ちょっと私も奇妙な世界に。あ、本当ですか。そうなんですか。そうですね、この本の話をすると、奇妙な世界にこう、奇妙な話のに入り組んでしまうんです ね。なるほど、そうなんですね。はい、あ、じゃあそれ読んでる人さえもそういうあの影響を及ぼしてしまうということですけれども、はい、じゃあこれはやっぱり読み終えた後には何か不思議な体験をしたりするようなことになったりするんですかね、やっぱりより多くの。そうですね、はい、そもそもこの本は、はい、なんで私の元にあるんだろうって思い始めますね。もうその自分で買ったり買うなり人からいただいたりっていう中で、手に入れてるにもかかわらず、はい、あの何が行う、なんであれどうして持ってるんだろうって疑問に思うわけですね。そうです。あ、なるほど、奇妙だ、奇妙、奇妙。あ、もうそこから奇妙な冒険が始まってるわけです。はい、でも先生、それはあの本の内容というよりはどちらかというとあの本を持った人の奇妙さですよね、どちらかというと。先生、そんな笑わなくていいんですよ、先生、大丈夫ですよ、別にあの変なこと言ってませんから。白井さん、何言ってるんですか、もうやめてください。いや先生、そんな別に普通のことを今聞いただけなんで。はい、あ、そうですか。え、そうです、はい、大丈夫ですよ。あ、すいません、はい、それはなのでどちらかというと、はい、あの先生 あのこの本で あの奇妙な体験はお伺いさせていただけたので、うんうん、はい、あの名人のもしよろしければあのこの本はどういう内容で、はい、あのどういった冒険が奇妙な冒険が描かれているのかなっていうのを、はい、ちょっともう改めて今一度お聞かせいただければなと思うんですけども、はい、それでまあさっきもちょっとお話ししたんですけれども、はい、この私は誰なんだろうと言ってるじゃないですか、はい、そうですね、こう、考えるじゃないですか、はい、あれ私もちょっと分かんないって、はい、こう考えてるうちに、はい、考える人のポーズするんですよね、はい、考える人のポーズを、はい、取ってしまうんですね。なんかあれ こっちのポーズの方良くないみたいな感じで、だんだんポーズ、はい、なんかすごいかっこいいポーズをいっぱいできるようになってきて、はい、うん、それがまあ今のジャジョの、はい、のな冒険という漫画に、なんで今奇妙だけちょっと言いようと思われたんですか、はい、今繋がるんですね。あ、繋がるんですね、はい、なるほど、なるほど。じゃあとりあえずこの本を読んでみると、その本当にその、はい、あの内容もさることながら、奇妙な、うん、あの冒険ができると、はい、自分自身もできると。そうですね、奇妙なポーズが、ポーズができるようになります。ポーズが、はい、じゃあなんでこれ冒険で書かれてるんですかね、これポーズではなくて。うーん、5時、5時あ、5時なんですね。もともと全く似ても似つかない感じですけども、あの、ね、ポーズから冒険に、はい、なるほど、はい、ちょっとに、うん、間違え、でもこれでもやっぱりってことはこのニョニョもじゃあひょっとしたらこれ5時なんですか。いや、ジョジョで、そこはジョジョです、ね、あ、これはジョジョなんですか。はい、そこはジョジョで間違いないです。これニョニョって読みますよね、これね、ニョニョ、はい、ありがとうございました。さあ、それではですね、続いての本を、ご紹介したいと思います。こちらはですね、ラジオネームおしるこサンドさんからいただきました。美味しいですよね。あ、おしるこサンド、はい、お召しになられたことが、はい、大好きです。あ、本当ですか。はい、さすが、何でも食べ物もやっぱ詳しい。そうですね、感じなんですね。なるほど、さすがです、恐縮です。はい、それでは、行ってみたいと思います。お願いします。本のタイトル、しゃっくり男爵。あ、なるほど、しゃっくり男爵来ましたね。来ましたね。あ、もうお二人もさすがにご存知で、はい、すいません、ちょっと私今
第5章しか読んでないので。第5章しか読んでないということは、その前とかは見たこと。そうですね、あのどこから入っても大丈夫だよというふうにちょっと友人から言われていたので。そうですね、そうなんです。これは先生はこちらご存知で、はい、これは第5章と今名人がおっしゃってたんですけども、はい、何章ぐらいある本なんですか今のところ。確か私の記憶が正しければ、はい、107章ですか。そんなにすごいですね。人間の煩悩にあと1個でたどり着く感じですね。なのでもう次の1章がまた、あ、なるほど、そうなんですね。今年の8月に出ると。あ、なるほど、もうすぐじゃない。これはもう発売っていうか、発売してどのくらい経つ、長、結構じゃあ107冊も出されてるということは、だいぶ歴史のある本だとは思うんですけれども。あ、そうですね、はい、なんか1日1章書かれてる。1日1章書かれている。1章のペース、赤川次郎先生よりも早い感じだと思いますけれども、1章書かれて、1章のその本が1章とすると、まあ厚さ的には多分ライトノベルというか文庫サイズぐらいですかね。しゃっくりが、はい、出ると書くっていう。あ、しゃっくりが出ると書く。待ってください、それはということは、タイトルですよねこれ。はい、あ、書かれてる方の、はい、実体験をこう。あ、なるほど。はい。あ、じゃあその書かれてる方はちょうどしゃっくりが始まったら書いて。そうなんですよ。で、しゃっくりが止まったら一章が書き終えたみたいな。はい、で、男爵芋が大好きで、はい、で、それを食べるとしゃっくりが出るんですよ。はい、なるほど、はい、これでも107章も書いてらっしゃるということは、なかなかこういう日常のことをずっと書いてるということは、あれですか、ブログ日記的な本なんですかねこれは。あ、そうですね。あ、そうなんですか。芋を食べ始めてから、はいはい、芋を食べるとどのタイミングでしゃっくりが出るかっていうことが、はい、書かれていて、芋を食べたらしゃっくりが出るというか、でもしゃっくりを出ないと書けないってことは、もうすでに書いてますよね、多分それ書きながら食べてますよね。いえ、食べて、はい、しゃっくりが出て、はい、出た出た出て書くんです。はい、待ってください、一章二章、章の中で出たとか文章じゃないんですよ、どちらかというと単語的な絵本みたいな感じですか、一章的っていうのは。あ、そうですね。なるほど、はい、要するにこう一枚めくると出た、一枚めくるとしゃっくりがみたいな、そういう一問。そうですね。あ、そういう本なんですね。はい。厚さ的に、なんでしょう、こう、リラックマみたいな、ああいう、感じの本なんですかね。手の、ああいう形で。でも、はい、かなりの、はい、その、ページ数ではあるんです。あ、そうなんですか。はい。それでも、1ページ1ページに一言書かれてるものなんですか？それとも、こう、全体的にこう物語になっている感じの。写真付きなんです。写真付き？はい。あ、なるほど、ますますなんか普通の日記みたいな、確実な大判サイズですね、それは間違いなく。そう、あ、いや、それが結構ね、小さいんだよね。そうですね。あ、小さいですか。はい、手のひらサイズで。別に先生、別に小さいっていうことが別にどんなドヤ顔で言わなくても大丈夫です先生。はい、小さくて手のひらサイズで、はい、で写真もついてて、はい、お得感満載なんです。なるほど。あれ、先生今日はあれですか、テレビショッピングをやりに来られたわけじゃないですよね別に。もうすごくね、はい、なんかどういう芋を食べたら、はい、しゃっくりが出るかっていうのが事細かに書いてあるんで、はい、まあ、ためになると思います。なるほど。まあ、でも普通の世間一般の人というと、はい、なかなかほら芋を食べてしゃっくりが出るってなかなかないかと思うんですけども、はい、そうなんですよ。名人はいかがですか、そのしゃっくりに関しては、はい、お芋を食べてしゃっくり出たりなさいますか。あ、そうですね、その前にちょっと一つ質問があるんですけれども、はいはいはい、しゃっくりって言いますか皆さん。あ、そうですね、多分、はい、大体の人はしゃっくりって言うと思う。しゃっくり、はい、あれ、ひゃっくりって言いません。あ、ひゃっくりなんですか。ひゃっくり、本当ですか。あれ、私もですね、はい、いろいろ勉強させていただいた中では、はい、まあしゃっくりではないかなと。フレームでひゃっくり、ひゃっくり、私もしゃっくり。あ、しゃっくり。ひゃっくりは、それはどういう時にしゃっくりなんですか、それとも全体的にしゃっくり。ひゃって。あ、ひゃってなるから、ひゃっくりだと。なるほど。ひゃっくり。ひゃっくりと言っていました。はい、あ、言っていましたか、はい、はい。明治今、どこに向かって走ってるか分かってますか今、なんとなくは。はい。それは、あれですね、なるほどね。ひゃっくり。なるほど。はい。おー。
大丈夫ですね。はい。じゃあしゃっくりで承知いたしました。いやいや、あの百里でもしゃっくり派もいるようです。はい、これあの同じものでいいんですよね、二つとも百里としゃっくりは。はい、大丈夫です。はい、あの多分ね、おそらくこれ、はい、あの間違えて発信してるのがどっちかっていう話もあるんですけ ど, なるほど、これをしゃっくりと取るのか百里と取るのか、まあ人それぞれだと思うんですけれども。江戸っ子ってことですか。江戸っ子、そうですね、しゃっくりの方が江戸っ子。江戸っ子、いやしゃっくりじゃないですかね。しゃっくり、あの私の地方ではしゃっくりって言ってました。でもしゃっくりも多分でも聞いたことがある感じではあるんですけども。ひょっとしたらこれね、しゃくれてるのか。あ、江戸弁みたいな感じ。江戸弁、ああやっぱりそうなんですね、江戸弁的な。なるほど、間違いじゃないみたいな。間違いではないよ、しゃくりの方が、ね、一般的な知られている、はい、じゃあやっぱりこれはですかね、あの書かれてるこの方は東京の方っていうことですかね。そうですね。なるほど、それがあれですね。あ、うん、それなんか新しく発売されるものには、はい、なんかジャガイモの付録がつくとか。ジャガイモの付録、うん、先生おすすめのジャガイモないですか。ジャガイモ先生おすすめの男爵ですよ。男爵芋の先生、失礼いたしました。先生、男爵です。男爵、はい、先生、はい、おすすめの芋が、はい、はい、それではちょっとねもうぐつっとしたところで、男爵先生のですね、はい、苗をぜひ皆さん手に入れていただきたいと思います、はいはい、ぜひ男爵芋を育ててですね、はい、こういうこともあるので、ね、あまり大きな期待は、はい、リスナーの皆さんからのお便りどしどしお寄せください。お便りはランツネットラジオお便りはランツネットラジオのメールフォームから送ってくださいね。さて番組もそろそろ終わりとなりましたが、はい、危険でしたね。危険でしたね。もうしゃっくりがしゃっくりかの話になっちゃってね。もはやちょっと気になっちゃって、今日はやっぱあれですね、危険ですねこのコーナーは。コーナーはね、はい、どこ向かうか分かんないもんね。ただまあ、ね、でもね奇跡的に面白くなっちゃう。今日はあの名人が今日は新しい方向性を見出そうと、いや気になってるとだけ感じました、私いつも気になるのが、はい、河野先生、はい、いつもいらっしゃるの河野先生ですよね、はい、河野先生いつも人柄ちょっと違う。あ、河野先生か、河野先生ね、いつもたくさんいらっしゃるんです。河野先生キャラクター作りが荒めなのはいつのことなんで大丈夫です、はい、百面相な感じで、はい、結構ね勢いさんで最初はいつもやるんですけどね、持たないのいつものパターンなんで、はい、はい、大丈夫です。もうその辺は、逆に言うとあなたはやり通すね、本当にね。だからむしろだんだんひどくなっていくからね、あなたの場合はね。そうそう。さあさあ、まあまあそんな感じで、はい、最近は曲も紹介しつつ、やらせていただいております。ぜひですね、はい、ね、これに懲りず、はい、懲りさせて聞いていただけると、はい、ありがたい感じでございますので、はい、ぜひ、これからもよろしくお願いいたします。さあそんなわけでございまして、それでは皆さんまた次回お会いいたしましょう。お相手は博士役の河野ひろみと、はい、東雲奈々役古谷静香と坂本さん役白石実でした。この番組は東雲研究所の制作でお送りしました。終わります。まもなく始まります。この番組は東雲研究所の制作でお送りします。始まりました、日常のラジオ時さだめ高校編スーパーバディここだっけ。そこですよ。本来ここなんですよ。ここだったんです。そっかそっか、はい軽い鋭いツッコミ、氷の妖精、長野原美代役の愛沢舞です。そして意味不明愛を言う子役の本田真理子です。そしていつもクールな水上舞役のてんとこ舞とがしです。てんとこ舞、てんとこ舞って言っちゃったね。てんとこ舞とがしうまいね、さらっと言い直したけど間違えたんだよね。やっぱよね、残るもんね。
言い直しても遅いよね。ここバンクで使うから、はい、バンクお願いやめて、はい、というわけでこんな3人で番組を進行していきます。はい、お願いします。お願いします。前回考えた、そうなんです、前回お互いに考えたのと、あと富樫殿は一人で考えてくれたのでみんなそれぞれのキャッチフレーズで言ってみました。チラチラこっち見ながら、ぼっちじゃないからね、ぼっちぼっちって笑われた、ぼっちぼっちぼっちだっていいじゃないか、ぼっち楽しいな、ぼっち。じゃあ行きますか。行きましょうかね。はい、まずはふつおたのコーナーです。ですです。はい。はい。普通歌のコーナーです。はい。私でした。そうでしょ。ラジオネーム、かぐらゆなさんからいただきました。ありがとうございます。いつも楽しく聞いています。うん、ありがとうございます。そして、いつも、富樫さんにメールを読んでほしくて、たくさん投稿しています。うん、今日こそ、今回こそ、読んでもらえるよう祈っています。さて突然ですが皆さんは何フェチでしょうか。ちなみに僕はお腹フェチです。プニプニのお腹がたまりません。ということで、こちらのメール、はい、富樫さんに読んでほしかったそうですね。私これ見つけた時これ本音読んじゃいなよっていたずらっぽの顔ですから完全に見つけたみたいな。私が繋いだけど。ちょっと、トガシさんに読んで欲しかったんだって。私が読んだのショック受けてんじゃん。そんなことないよ。ほら、なんか答えないよ、何フェチか。そうだ、おかしい。答えるがいいよ、何フェチか。なんかこっから何フェチかって普通の話持ってくの、なんか。ざっくり言うがいいよ。なんでざっくり言う。ざっくりじゃ。うん。うん。私は、血管フェチです。あれ？あー、これね。これね。え、血管フェチって何ですか？腕とかでしょ？腕とかに、結構さ、ね、なんで説明すればいいの？はい、お願いします。浮き出たりするじゃない？血管が。そうね。え、それが？何？いいの？いいの？え、ダメ？何？なんかすごい、それを、すごい勢いで指定されてる。どういう意味？それを触るのがいいの？それを見るのがいいの？それを。なんか、やっぱ手とかって、うん。ほんとも手好きでしょ？好きだよ。うん。だから、結構しっかりしたその手とか、がっしりした、手をついてとかが結構好きで、うんうん、そこで浮き出てる血管とかが、へえ、面白いね。そう、結構私の周りは本当賛同してくれる人が多くて、血管フェチ？あれ、血管フェチ？私そんな気にしない。血管は、血管以外は何かフェチありますか？フェチっていうか、この人さ、かぐらさんは、さんです、このお腹、うんうん、フェチなんでしょ？お腹フェチ。そう。で、この間ね、こう今舞台やってんだけど、うんうん、その、ある劇団、あ、劇団じゃない、一緒に舞台やってる男の子二人と女の子一人で、一緒に帰ったんだって。うんうん、そしたら、はい、男の子と女の子がこのお腹をね、ふにふにとか言ってちっちくり合ってたんだって。男の子一人と女の子一人が。で、その男の子は、とっても寂しかったんだって。何イチャイチャしてんだよって思って。ああ。でもね、その男の子すっごいガリガリなの。だから、ちちくり合うお肉がなかっただけなんじゃないかなと思って。ああ。でもそれって、あれだよ。きっとそのお腹ちちくり合ってるのは、うんうんうん、なんていうの、友情的なちちくり合いであって、愛とは限らない。うん、まあ愛じゃないと思うんだけど、多分、その二人はお腹フェッチだっただけでさ、このかぐらさんみたいに。ああ、プリプリ。君がガリガリだからじゃないって取れよってことですか。思ったの。思ったの。切ない、なんかでもそれ。お腹に痩せてる方がいいと思うけど。本田は何フェチなの？本田はね、なんかこう、あれなの、ポリエステルフェチなの。はい、はい、なんていうか、素材がポリエステルの 100% の素材が好きなの。スクミズみたいなやつ？違います。あれ？ですね、簡単に言いますとですね、洗濯のタグあるじゃないですか。はい。丸くなってるやつじゃなくて、ペロンって出てるやつ。うん、うん、うん。こう、輪っかになってるやつじゃなくて、うん、ペロンって出っ歯のやつで、こう、裏が、そうそう、裏がカサカサしてるやつ。カサカサしてる方か。私の制服、うん、高校の時の制服がスカーフだったんだけど、うん、その感触
次のメール。すごいいいの。これ触ってみた人しかわからない、もうなんかずーっとずーっと幸せを感じる、そんな。もうだってもう、あ、何さ、探してるんですか？探してるんですか？あ、これ。もう。あ、そう、その、あ、うん、それのカサカサしてな、してるやつ。見えないけど。ちょ、今、タグを探して。ボエ様でも一瞬もう、すっかり興味なくなったのかと思って。急に服直し始めたと思って。みなさんもよかったら探してみてください。そして触るといい。はい。はい、神楽ゆなさん、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、続いていきます。はい。ラジオネーム、かくにさんからいただきました。美味しい。美味しいって、まあ美味しいね、食べちゃったんだもん、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。愛沢さん、本田さん、富樫さん、スラマッパリー。スラマッパリー。早速質問なのですが、うん、よく主人公の名前をプレイヤーが決めることのできるゲームがありますが、皆さんはどんな名前にしますか？ちなみに私は、角煮太郎という、本名とは全く関係のない名前を毎回つけています。やだー、このメール、恥ずかしいから、受け取ったのに、二人とも読みたいって言うから。面白いじゃないですか、でも。どんな名前つけてんだよ、お前ら。やだおめえら。これ、自分の名前つけてる人いますか？あ、どうなんでしょうね。主人公？自分の名前をつける。私、でも、主人公じゃないんだけど、うんうん、某、スーパーロボットなゲームで、自分たちの団体、うんうんうん、チームの名前を入れるのね。うんうん、俺たちは、はいはい、チームなんとかだみたいな。あります、あります。そこに孤独って入れたの。かわいそうする。そうすると、端々で出てくんだよ。孤独、この孤独が一生続くんだろうか、みたいな。孤独めーとか、もう完全に自虐ネタじゃないですか。俺は孤独を守るみたいな。そうですよね。俺たちは孤独だみたいな。熱く言われても、あ、でも団体名とかもそうですね、ありますね。え、二人はどんな中二っぽい名前つけてるの？中二つけたんですか、今。違いますよ。うん、ちょっと、富樫どうの？やだ、恥ずかしい。とりあえず自分の名前ではないんだよね。自分の名前ではない。トグシシー、トグシシー。トグシシーは。トグシー、トグシーのは。いやー、あ、でも私、結構、うん、一つの名前決めちゃいます。大体決まった名前があります。そうなんだ、ペンネームみたいに、うん、そうですね。これってあるんだ。うん、じゃあ聞けないなー、ちょっとなー。ネトゲとかもそれだったらまずいし。まずいし。ネトゲ。あ、でも言える名前はない感じ。言える名前？いや、別に言えますよ。男のキャラクターの名前だったら言えます。じゃあ、それを3、2、1でどうぞ行きましょう。3、2、1、ハルトです。かっこいい！やだ、なんかすごい楽しい！ハルトはトガシだ！違う！やめろ、探すな！私を探さないでください。ハルト！ハルト、美しいに北斗のとって書いてある。あ、でも今日から美しいに投げるから、北斗のと。かっこいい！ね、ハルトはどう思う？ねえ、ハルト。ねえ、女は何つけるのね。え、ハルトどうしたの？やめろよ。もうやだ、顔が熱いぞ。何が恥ずかしいんだよ、これ。じゃあ、ホンダも犠牲になってよ。一緒に、共に行きましょう。でも、ホンダはね、自分がね、なんか、こう、娘につけたい、または自分がこうなりたかった名前なんですよ。リアルだな。ということで。聞きたいですよね。うん。ほい。サクラ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 。サクラが痛いよ。今日から。ちょっと待ってください。ちょっとその流れだったらもう一度。孤独。じゃあ、ハルとサクラ孤独って呼び合う。もう何のラジオか。みんな3文字だね。本当だ。じゃあ今日、一日そう。でもさ、たまになんかほら、飲み会とかでさ、はいはい、ツイッターのハンドル、ハンドルとか、教えてよってね、うんうん、聞いたら女の子が、私、中二っぽい名前なんで、聞いたら本当に中二っぽい名前だった。漢字が難しくて。そうそうそう。難しいやつね。すごいわかる。可愛かった。みんな一緒なんですね。みんな一緒だよ。みんな通る道です。うん、そうです。はい、じゃあ次行きましょう。はい。ありがとうございました。ラジオネーム、リムさんからいただきました。ありがとうございます。前回いただきましたね。本当？ありがとうございます。ありがとうございます。はい。マイさん、マリコさん、ミスズさん、スラマッパギー。スラマッパギー。思い出した。最初で分かった。はい。先日、少年写
写真を撮る機会があったのですが、はい、どうしても顔が引きつってしまい、うまく写ることができませんでした。写真写りが良くなる方法などありましたら、ぜひ教えてください。教えてください。教えてください。証明写真でしょ。証明写真だけじゃなくていいです。写真写真。なんかね、他の皆さんとか見てると素敵に。なんであんな可愛く写ってるのか分からなくて。いや、まあ元の問題もあるかもしれないんですけど、でもなんかその元を全て置いといたら、どうやったらこう可愛く。照明写真だと思うから、なんか、某杉田智和さんって人がいるんだけど、某は意味を出してないですけども。あの、スポーツクラブかなんかの会員証で顔写真がいるって時に、すんごい七三分けで、どうしたんですか？写真を持ってたんだって、入って。そしたらなんかちょっと、受けてた。それネタじゃないですか！受けてないですか？私たちが聞きたかったのは、どうやったらこう可愛く、綺麗に。いや、だからそういう、なんだ、言うの、ユーモラスな。ユーモラスな方向でいけってこと。気持ちで、すっごい、なんか、リーゼントにして撮ってみるとか。そうそう、それ、アウトですよ。それは、モイ様はやるんですか？え？モイ様はやるんですか、それを。やんないよ。ほらもうやらないんじゃないですか、もう。やらないけど。いや、でも、それぐらいなんか、気楽な気持ちで撮ればいいんじゃない？そうなんですよね。力が入っちゃうからダメなんですよね。でもこう、免許証になるとかじゃなくって、本当にその、どっかの会員証じゃないけど、のつもりで、撮っといてさ、証明写真を。うん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 。これ超面白いんじゃねみたいな。超面白いんじゃねで、免許持ってっちゃおうかなみたいな。気楽に、楽に。楽しく。撮れれば、うん、いいね。いいですね。頑張ろう。なんだろう。筋肉が弱ればいいの？弱る？違う。筋肉が弱る？でも私すごいね、免許とか証明書の写真写りがいいの。他は良くないんだけど。いやでも、なんか免許とかのって珍しいですよね。大体の人が、うん。なんか無表情じゃないといけないんですよね。そうですよね。なんか、ね、すごい顎引いて、顔面使える つってて気持ち悪いんだ。こんな、こんなって言ってもらう。見たい。うん、見たい。見たい。じゃあ後で見せ合いっこしよう。後で見せ合いっこしよう。免許持ってないですけど。次に行きましょうかね。じゃあ次のコーナー、皆さんからのお便りどしどしお寄せください。お便りはランチネットラジオのメールフォームから送ってください。お待ちしております。続きましては男塾合格でしょうかのコーナーです。このコーナーはよくわからない事象に対してパーソナリティの私たちか入塾か否かを判定するコーナーです。はい、それでですね、まずですね、はい、ラジオネームいきますよ。どうぞ。はい、コーラーさんからいただきました。なんかレニーさん。レニーさんいたよ。いらっしゃいます。すごいね。それすごいと思うよ。できないの。これですか。あ、練習したらできるようになりますよ。できないですか。昔できなかったですもん、私。そうなんだ。最初、ラーから始めました。へぇ、練習したんだ。あ、でも私、巻き舌できない人の巻き舌好きなんです。やってください。やってください。え？ 3、2、1、どうぞ。こらい！できるじゃないですか。え、だってそんな長くならないよ。でもできるじゃないですか。これすぐできますよ、もうそこまでできれば。そうなの？全然ですよ。じゃあ、富樫殿どうぞ。3、2、1。おー。なんだ、みんなできるの、ね、うん、そうなんです。じゃあ、みんなできるということで、はい、こちらのメッセージを読みます。はい。好きな女の子に告白するときに、やってしまったことなんですが、うん、夕方の公園のベンチにて、うん、過去、好きな女の子の名前を、叫んだ瞬間に、こちらを見た顔があまりにも可愛かったため、言おうと思ってた言葉が一気に吹っ飛んでしまいました。好きだっていう言葉、これだけがかろうじて頭に残っていたんですが、あろうことか、告白する前にキスをしてしまいました。やってしまった！オーマイゴッド！そんなことを考えるより先にね、体が動いてしまう僕は、男塾に合格、入塾できるでしょうか？ PS、そのことはお付き合いさせていただいています。なんだ、メールの内容もペロペロしてんな、こいつ。これ、これ、最後。ちょっと、最後に期待したの、PS に。ちょっと、これ、イケメンに限るんじゃないですか。正しいイケメンに限る。本当ですよ。なんかずるくないですか。まずないですよ。告白する前にキスって。なんだ。これ無理やりじゃないですか。これは待ち合わせ。告白しようと思って待ち合わせしてたの？そうですね。
多分。で、言おうと思ってたことがぶっ飛んで、可愛くて。可愛いな、こいつ。でも漫画だったらよくある展開なんです。で、漫画だったらこれちょっとキュンってしちゃうんです。しかもそういう人って大体なんか上から目線の人だったりするんだけど、でもこの人は、やっちゃった。黙ってろ、的な。黙ってろ。どう思いますか、なんだこの風間通るか、こいつは。その例えはこいつ、目黒に住んでるぜ。しかも。イケメンでちょっとお金持ちな匂いはするわかるなんか幸せなんだろうな何これこれどうさんの匂いこれをはぁ出しますこれはぁ出しそうやって優勝作戦いたはぁ出し別にだしじゃあいいっすかどうぞどうぞ、このラジオネームコーラーさんはキョイキョイまあリア充は送ってくるなってことですそうですよねリア充とかもう耳通らないですもう、ね、男臭いメールお待ちしておりますお待ちしてます、うん、はいじゃあ続いていきましょうか男臭だねごめんね、はい、またメールくださいください、はい、お願いしますはいではいきますよラジオネームポリポリモン何に笑ってるんですか何このラジオネーム読んでくださいえラジオネームポリポリモンさんからなんか分かんないラジオネームポリポリモードさんからいただきましたあの愛沢さんがですね面白くないそのラジオネーム頑張ってメッセージ読んでくださいあ、ラジオネームからダメだ、これ笑いもうダメだ、大丈夫です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 。ダメじゃん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 。とか言って。じゃあこれは、こんな先生が受け取ってください。ラジオネーム、ポリポリモートさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。俺、生で女を見ても興奮しないっす。むしろ、反応もしないっす。だけです。以上です。以上でした。なんかこのさ、つぼっちゃってラジオネームが。全然面白くないんだけどさ。どうしたんですか全然面白くないです。いいですよ。からの全否定。なんか音が面白くって。ポリポリモード。ポリポリモード。何かのつぼに入られたようなんですけれども。つぼってます。ありがとうございます。これどうしたらいいですか？これ萌え様にじゃあ聞いていただく。言えないから。言えないから。生の、いわゆる、リアルな女性を見ても反応しないってことですよね。そうですよね。そうです。じゃあこれは、対策としてはこう、横にさ、エリオとかメンマの絵を置いといて。なんでそこの例えなんでしょうか？はい。わかる、わかりました。わかります。はい。キャッチーな感じで。キャッチーな感じで。置いといて、絵を。で、あ、俺今、エリオに見られてる、メンマに見られてると思いながら、生の女性を見てみたら興奮するんじゃない？あ、二次元なら燃えるんじゃないか。二次元の彼女に見られている、いるシチュエーションで生の女の人を見る。を想像する。いや、変態だな。変態ですね。実に変態ですね。自ら言って。これ、ダメだね、私。全否定だった。全否定ですけど。ダメだな。じゃあ入塾か否かどうしましょう。ダメなポリポリさん。じゃあお願いしますね。もいさん、ちゃんと言わなきゃダメですよ、もいさん。じゃあ行きますよ。3、2、1、どうぞ。ラジオネーム。頑張れ。頑張ってください。頑張ってください。あと一歩です。ポリポリまで行きました。あとモードです。はい、はい。ラジオネーム、ポリポリモードさんは。はい、は。はい、ありがとうございました。はい、すごい質問に入ってます。なんだろう、これ絶対、これ絶対もう一個読まないといけないのあるんですよ、これ。これ絶対紹介したいのが一個あるんですよ。いきますよ。はい。ラジオネーム、さかなくん。さかなくん、いらっしゃいました。嘘。ギョギョ。魚が大好きな僕です。はい。魚のためなら命をかけれる。どうせ死ぬなら魚に食われて死にたい。などと言ってる僕ですが、すごいな。これをみんなは、イタキャラと言います。はい。やっぱり好きなものなので、違和感はないですが、はい。そこで、劇中で、人と違う？ん？人と何か違う感性を持っている、長野原美代役を演じている相沢さんですが、はい。果たして、僕のキャラは、イタキャラか否か、うん。新しく発足した、萌え部に入部できますか？
もう、も、萌え部？残念ながら、萌え部に来ております。萌え様！萌えじゃない！萌え部です！はい！萌え部、いや、萌え、萌え部です！あの、その一つだけだったの？萌え部。も、萌え、萌え部じゃないけど。萌え様！萌え様！その一つだけ！萌え様どうぞこれ。名前間違ってるし、わかったの。やっと来た一通です。しかもなんかよくわかんないこのメール。内容がもう一切頭に入ってこなかったんですけど。だって、いたキャラか否か、新しく発足した萌え部に入部できますかって意味わかんないしもなんだよ萌え様がパニックです。萌え部はないからさかなクン、萌え部だからじゃあ、萌え、じゃあ、萌え様じゃなくて萌え様に。そうなんです。決めていただきましょう。お願いします。え、でも、一通しか来てないから。でも、いいよ、入部で。え、萌え部にですか萌え部にですかもう、萌え部、も、やっぱりやめよう。あの、萌え部の、に入塾してくださる方お待ちしております。はい。ミスターの皆さんからのお便り、どしどしお寄せください。はい。本田塾、正しい塾、はい、あと、萌え部。萌え部。萌え部だよ。いいです。もう、ランチスレッドラジオのメールフォームから送ってください。お待ちしております。ます。はい、じゃあ曲紹介を誰かお願いします。誰かじゃあお願いします。したいでしょ、曲紹介とか。はい。じゃあ、早速、おしゃれ曲紹介、行ってみましょうか。FM っぽく。お、FM っぽくあの、三里亜紀さんみたいな声で。やめ、ハードルハードル。本日の曲は、ナノのお昼寝お洗濯。それでは、どうぞ。ナノのお昼寝お洗濯でした。笑顔。皆さんいかがでしたでしょうか。ナノのお昼寝お洗濯。いやーもう本当にね可愛らしい曲で、もう心がほっこりっこり。笑顔。ほやの笑顔。笑顔。この歌で世界は救われるわよ。まだやってるよ。なんで私に渡してきたの。そして。それでは十分読んだでしょこれ。次のコーナー行こうかね。そして次のコーナーはありがとうです。え？このコーナーはどん底になった時にこそほら前を向こうのコーナーです。ほら入ったほら何そんなキャラ。これ言っちゃっていいの。はいどうぞ。はい、ラジオネーム罪と罰さんからいただきました。罪罰ありがとうございます。あ、ごめんなさい見せちゃった。どうもはじめまして。はい、はじめまして。さて僕は親の前でも日常を見ます。チャレンジャーですね。チャレンジャー。はい、でも僕はでも親自身は見てるのかわからなかったんですが、先日テストがあり親に
前日くらい勉強しろ、ゆっこみたいになるぞと言われました。いつ内容を知ったのでしょうか。そしてこれは内容を知った親にありがとうを言うべきなのでしょうか。これはしっかり見てますね。しっかり見てますね。今更なんですけど、なんかチャレンジャーって言ったんですけど、うん、あれ親と見れるアニメですよねこれ。あ、全然、うん、見れるよ。過去棒でしたけど。見れるよ。見れるよ。うん。でもほら、昔さ、あ、ちょっと、親と見るの恥ずかしいな。あ、ありますよ。ありましたね。あったよね。あ、なんかシリアス系のアニメだと余計見にくい。うんうんうん。今となっちゃう。だけど、なんか学園ものの恋愛ものとか。ね、そっか。私、デビルマンとかだったんだけど、まあいいや。デビルマンむしろでもそう。ちょっとポロンしちゃうみたいな。でもそういうのは別に見れましたね、逆に。あ、ほんと？そう見れました。そうなんだ。うん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 。はあ、でも確かに。あったかもしれない、うん、そんな時代があった。うん、でもこれ絶対思った、言われると思った。子供とかにお母さんが、ゆっこみたいになるぞって言ったら。うんうん、え、何その顔歯が出てきましたよ。歯が出てきたよ。違うよ。歯じゃないよ。え、何それ。ちょっと詳しく。はい、それでは次に行きましょうか。ありがとうって言われたら言えるんだけど、いいかな。ね、お母さん、ね。お母さん、親子。でも私も母と見てますよ。うん。うん。じゃあそんな、じゃあ、ねえ、本田のお母さんに言おうかね。そうですね、じゃあそんな、本田のお母さんに。はい。ありがとう。不安感が。どうぞ。私です。はい。はい。じゃあ、ラジオネーム。セットでこんなに安くなるんですか？さんからいただきました。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。え、なんだろうこれ。いきますよ。うん。食事。それは生きるための行動。だが、果たしてそれだけなのだろうか。答えはもちろんノーだ。そう。私たち人間は食事を楽しむことができる。そして、前向きになることができる。こんな経験はないだろうか。何これ。くだらないことに対してイライラする。どうしちゃったんだろう、私。なんでこんなにイライラしてるんだろう。わかるわ。疲れてるのかな。そう思って、ふとチョコレートを口にする。うまい。うまい。そんな言葉が心の底から湧いてくる。ああ、ああ。もう腹が減って死にそうだ。水を何杯も飲んでばかりだ。ごくごくごく。早くラーメン出てこないかな。へいおじ、味噌ラーメン一緒ね。割り箸を豪快に割り、一心不乱に平らげようとしたその時、一口口に入れて感じる。ありがてえ。しみる。そんな言葉が心の底から湧いてくる。僕たちは自然の恵みによって生かされてるんだ。正解。言わせてほしい。お食事ありがとう。あの、なんか、富樫だけにレベルE みたいなメールだね、それ。その返し。っていうか、あの、ホンダの愛の手はいつから入れようと思う。いや、なんか、このメールは富樫に読んでもらいたいなと思って、パッて渡した後に、なんか愛の手入れたくなったんです。はい、じゃあ、そんなお食事に。はい。ありがとう。面白かった。なんだこれ。リスナーの皆さんからのお便りどしどしお寄せください。お便りはランチネットラジオのメールフォームから送ってください。お待ちしております。いや、なんか最後のメール面白かったね。はい。なんかミニラジオドラマみたいだね。それまたやりましょうよ、こういうの。こういうメールが来ればね。こういうメール面白いね。じゃあお待ちしております。終わっちゃった。楽しかったですね、今日も。声咳しちゃった。ごめんなさい。大丈夫。ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと咳出るから2人で。嘘でしょ。というわけで今日はね、楽しいね会になりましたけれども、はい、はい、それでは皆さんまた次回お会いしましょう。いいお相手はいい。嘘でしょ。お相手は中野原じゃなくて相葉優子役の本田麻里子と長野原美穂役の相沢麻衣と田上麻衣役富樫美鈴でした。つらがあれつらなんだよ。エコーの準備しちゃった。この番組は東雲研究所の制作でお送りしました。終わります。
Thank you.